こんにちは。今日はゲストに来てもらっています。あゆちゃんです。自己紹介をお願いします。横澤あゆみです。鍼灸師です。鍼灸師になって何年になります？何年ですかね。10年になるんじゃないですかね。これで。同じだもんね。そうそうです。はい。10年目の鍼灸師です。で、あゆちゃんは、いわゆる豪華客船に乗っている鍼灸師です。で、乗ってた船って、なんていう船でしたっけ？は、その契約によって乗る船が違うので、バラバラなんですけど、今まで乗ったことがあるのが、ノルウェージャンクルーズラインのボーレ、あ、違う、ドーンっていう、とドーン、ドーン、夜明けのドーン、うん、でホーランドアメリカのボーレンダムっていう船とボーレンダム、あとクリスタルクルーズのセレニティとシンフォニーっていう船に乗ったことがあります。最初のクルーズは何年でした？2011年。すごい。で、まず、覚えてる範囲でいいんですけど、そのなんで豪華客船に乗るようになったのか、そのきっかけとか教えてもらっていいですか？たまたまでした。その当時シェアハウスに住んでた時に、あったね。一緒、そのシェアハウスの人がしたなんかパーティーみたいなので、その人の友達が、自分の昔の彼女が鍼灸師で船に乗ってたことがあるっていう話を聞いて、へえ、そんな仕事があるんだって言って、次の日仕事、それは日曜日かなんかで、次の日仕事に行ったら、浅井先生が、あ、で、それ受けるって言って、私もそれをやろうと思ってんだみたいな感じで、あ、そんなの、そんな普通に一般的な話なんですかって言ったら、いや、知らないけどって言って、で、その話を言ってちょっと興味を持ってネットで調べたら、どうやらその1年に1回あるかないかの面接が、その話を聞いた週末で、うん、で、それでもう今更かなと思って、一応まあコンタクトを取ったら、面接受けに来てもいいですよっていうことで受けて、うん、あれ何でしたっけ、関西かなんかでやったんじゃなかったっけ、に東京の面接で、東京でしたっけ。浅井先生というのはアメリカで鍼灸やってた先生なんだよね。もともとは日本でだいぶ前に免許取って、その後使ってなくて、で、フロリダで免許取って、で、ちょっと帰ってきてた時に一緒に話した。そうかそうかそうか。じゃあもう本当に偶然面接に間に合って。そうです。面接って何するの？その時は、その当時は行ったら、まずペーパーテストみたいなのをさせられて、英語の一応こんな症状の人がいます的な、どうやってとか、あと打っちゃいけない禁忌はのコントラインディケーションのポイントはどこですかと、全く知らなかったんですけどね。英語だったので、インターナショナル表記の、知らないじゃないですか、わかんないよね。ちょっと何の準備もしなくていたんですけど、で、それと一人 2,3 分の自己紹介、英語で自己紹介をみんなの、その時には鍼灸師だけじゃなくて美容師とネイルの、なんていうの、ネイルテクってネイリストの人のもう全部トータルでインタビューみたいなの でみんなの前で自己紹介 2,3 分するって、それをベースに、あとは1対1でインタビューだったんだけど、まあ何の準備もしないのでそんなことがあることすら知らなかったんで、で、まあそこでやって、で、1対1の面接やって、まあなんか受かったよっていう感じで。まあ当時一緒に働いてたんだけど、そこが、まあ、外人さんが
治療に来ることが多い鍼灸院っていう環境だったのはプラスだったよね、きっとね。そうですね、ちょっと使ってたので英語、うん、確かに片言ながら、うん、なるほど。で、採用が決まって、それで、乗る前までには研修とかあるんですか？一応、鍼灸師の人は3日間ぐらいの、2日半ぐらいの研修がロサンゼルスであります。研修もロサンゼルスに。そうです。そこまで行くのも自費。自費。すべて自費です。うん、行ってホテル代も自費。それはいわゆる禁忌とかそういうしちゃいけないとか。いや、もうそれは別に鍼灸のことは何も教えてくれないので、うん、船に乗ったらこういうことをしなきゃいけませんっていう、うん、船の生活とはとか、お給料がどうやって払われますとか、うん、あとセミナーこういうふうにやってくださいとか、うん、そういうのの、あとこの一応治療をするのと、ハーブがまあサプリメントの扱いだけれども、うんうん、漢方というかサプリメントを売るので売らなきゃいけないので、うん、それの簡単な説明みたいな、うん、なるほど。